マチルド、またはマチルダ、またはマチルデは小惑星帯に位置する小惑星。1885年11月12日にウィーンでヨハン・パリサによって発見された。軌道計算をしたパリ天文台のスタッフ VA、ラブーフによって命名された。パリ天文台の副大長を務めていた天文学者、モーリス・ローイの妻の名前にちなんだものと考えられている。 1997年6月、エロスへ向かう途中の探査機、NEAR によって観測が行われた。これは原始的な C 型小惑星で探査機が訪れた最初の C 型小惑星である。2004年と2006年に福島県で延平が観測された。マティルドはとても暗く、 炭素質コンドライトと同じ素性でできていると考えられている。しかし NER a によって計測された密度はコンドライトの半分以下の1 3 0 0キログラムマイリッポ方メートルしかなく、これはこの小惑星がラブルパイルであることを示していると思われる。同じような現象はウージェニア、アンティオペ、シルビア、ヘルミオンレなどの小惑星でも見られる。 NER a による近赤外分光観測により、マティルド表面にはフィロ計算使用が認められた。このことは、マティルドが CI1 内誌 CM にコンドライトで観察されるような水質変性作用を経験したことを示している。マティルドにはかなり大きなクレーターがいくつもあり、中でもカルークレーターとイシカリクレーターは小惑星の平均半径よりも大きい。 クレーター部分も明るさや色が変わらないことから、この小惑星は内部まで均質な物質でできていると推定される。極めて小規模な小惑星族を代表する小惑星とされることがある。この族の軌道は、離心率の大きな楕円で、メインベルトの外縁部まで伸びている。また、マキルドは、時点が最も遅い小惑星の一つでもある。そのため NER は、 表面のすべてを撮像できず、画像は表面の60%をカバーするにとどまった。このような遅い時点の小惑星は衛星の存在によって説明できる場合がある。しかしながら NER a が撮影した画像からは、マティルド半径の20倍以内の領域に直径 10km 以上の衛星は確認されていない。ダーモーダル、マティルドのクレーターの一つ、 直径約 20km マティルドが炭素化合物に富む C 型小惑星であることからマティルドのクレーターの名称は地球にある丹田、または炭鉱から命名されることと定められている。日本からは石狩りが命名されている。ありがとうございます。